ゃこんにちは。さあ、どこよりも早い、開幕オーダー予想、今日は DeNA とソフトバンクを見ていきます。はい、さあ、まず DeNA いきましょう。はい、DeNA はおー、DeNA ね、ショート、ショート、いきなりもうショート、何DeNA 見ていきましょうね。見ていきましょう。1番ショート、林。お、もう林選手がもうショートで、まあ、昨年からやっぱ林を使いたいっていう、 こう空気感があったよね。うん、でやっぱり足りない走力、はい、機動力っていうのを林が補っていくのかなっていうような感じがするしね。おお、じゃあそこは1番で、はい、まあ、塁に出てもらって、はい、さあ2番誰で進めてもらいましょう。2番はセンター桑原。あ、うん、まあそうですね、ここも機動力というか爆発力がありますね。そうだね、だからまあやると思うよ今年は。そこ1、2番は変えずにでもいいんですか、テレコには。いや、やっぱ林だな。では、2番の方が負荷がかかるから、いろんな制約がかかるから、はい、だからそういう意味では、まあ、林も若いし、うん、まあ、桑原に負荷をかけた方が、うんうん、まあ、いいかなっていう風な感じだよね。なるほど、はい、そして3番に、3番ライトオースティン帰ってきたというか、もう本当頼むぞみたいなもう顔忘れちゃった。お前頼むぞ本当にって、はい、もうやらなかったらもう泳いで返すみたいな本土で泳いで、いや本当だよ、頼むよみたいな。もう開幕からは絶対出遅れないですか、ちょっと怪我とか。いやいや、もう出遅れたら許さんよ。許さない、許さないよ、もうもう三浦監督の前リーゼントで続きだよ、ね、痛い、刺さる。そうか、じゃあここは佐野選手が定位置3番でしたけど、はいはい、うん、まあ、オースティンがやると、はい、で4番です。4番はセカンド牧、はい、牧選手ですね、はい、で5番はサード宮崎、うん、宮崎選手、はい、3、4で6番、はい、ファースト佐野、まあ、オースティンが戻ってくるということで、うん、ここに佐野選手、まあ、そうだな、うん、だからまあ佐野っていうのは、うん、ファーストなのかレフトなのか、一番いいのはレフトだと思うんだけども、はい、やっぱオースティンが入ることによって、まあ、外もいないことがある、うん、だからそういう意味ではそのファーストが空いてるから、うん、まあ、佐野に申し訳ないけどファーストやってくれ、その代わり固定でいくよって今年はっていうような感じだと思うんだよ、はい、まあ、昨年はねレフトもやりファーストもやり、うん、そうです ね、 ね、やっぱね距離感が違うと全然野球が変わってくる時があるんだよ、ね、はい、だから佐野もそれを感じたと思うんだよ、うん、でもファーストだったらファーストって決められたら多分打ってくると思う。おお、まあ、昨年のことはないと思う。ああ、昨年のようなちょっと不調にはならないかなっていうことなんですね、はい、そうか、三浦監督が昨シーズン佐野選手をちょっと上位に置いたこともあったじゃないですか。それはもうしないっていう感じ、ね、まあ、林がどういうふうな起爆剤になってくれるかだよね、うん、まあ、林がずっと使えるんであればもう一番林でいくと思う。ああ、固定、そこはもう固定させたいところなんですね、はいはいはい、じゃあ7番です。7番レフト梶原。おお、梶原選手がレフト。レフト、はい、うん、これはねやっぱ潜在能力高いし、はい、まあ、佐野クラスのバッターになると思う。あ、そうなんですね、うん、でアベレージも残してね、はい、だからあの機動力も使える。おー、だ本来だったら林と梶原で1、2番組ましてもいいんだけども、はい、左だからさ。あ、そこで経験のない左だとさ、はい、これ向こうが差し込んでくると左を、あ、まあ、桑原がこう2番に効いてるとやっぱ林1本で左っていうことはそんなに考えないけども、2枚並んじゃうとさ、うん、左を使いやすくなるっていう、ね、そうですね、そこで相手、まあ、そうなってくると DeNA の方は経験のない左バッターをやっぱ代打を送らなきゃいけないかなっていうようなことになってくると、はい、ちょっと苦しいよね。そうか、そういうことも兼ね合わせてそこに梶原選手を置いたっていうことなんですね、はいはい、7番に。で、8番はもう山本。あー、開幕スタメンマスクですね、うん、まあそうだね、うん、なんか分かるよな、分かるよな、まあ先発ピッチャーがどっちなんだろう。もうめちゃくちゃ仲のいい、うん、結婚するんじゃないかっていうぐらい仲のいい、うん、まあ東だよね。あー、まあここのコンビなんですね。もうスーツの裏地も一緒だったよねいやいや本当に仲のいい。そうかそうか。まあここら辺で、うん、まあ、戦っていくのかなっていう感じはするけどね。そうですね、はい、特に DeNA のオーダー考えるときって悩んだりとかあんまりしなかったですか。いやだから関根をどうしようかとか、あ、まあ、そういうことはあるけども、はい、なんかこう新しい目が出てきてほしいっていうことを考えると、うん、梶原のところは関根でもいいんだよ別に、はい、うん、まあ、だけどその状態によって
梶原を使ったり関根を使ったりってしてくるかなっていう感じはするんだけどもね。あと渡内選手、まあ渡内な、はい、だまあ見てないからさプレーを、まあ社会人の時にはちょっと見てるけども、はい、まあ、これがどういう働きをできるのか、本当に力があるのか、まあ、これがまだちょっと未知数だからね。素直に考えたらどっかで使ってみたいと思うよね、まあ、シーズンのどこかでっていう、うん、だから内外野できるんだったらレフト渡来でもいいと、うん、あ、そうですね、うんうん、それはじゃあちょっとキャンプを見ないと豊さんも、まあ、ちょっとなんとも判断つかれるな、苦しむってとこですね、はいはい、じゃあソフトバンク見ていきましょう、はい、ソフトバンクは1番、はい、1番三森、あ、セカンド、はい、はい、うんうん、で2番がショート今宮、おー、この1、2番は本来、うん、三森の足とかミート力とか考えると、うん、三森がねやっぱりやんなきゃいけないんで一番にもう定着して、そうですね、うん、だからこれがやっぱこう中津飛ばずでね、うん、なんかこう当てに行くようなバッティングとか、うん、まあいろいろしてるけど、まあしっかり調整してやると一番十分打てるバッターだから、うん、だから一番に固定していてほしい選手ってことなんですよね、まあ、で今宮、はい、今宮はもう何やらしたってうまいからさ、はい、だからそういう意味では2番適性があるというね、そうですね、2番打ってほしい選手だよ、うんうん、さあここからクリーンナップです、はいはい、で3番レフト近藤、3番に近藤選手、近ちゃんね、はい、うん、で4番にファースト山川、山川選手がソフトバンクの4番に座る、うん、やっぱじゃないと取る意味がないという、まあ、4番というところで取ってきてるだと思うよ、大砲ということでです、うん、だから昨年コンちゃんというのは4番打ったけど、まあ、確かにねいい働きはしたけども、うん、やっぱ彼にとっては負担だよね、本来はそうですよね、だと思うよ、うん、だからやっぱり3番で山川の前に出る、うん、そしたらより怖いよね、そうですね、まあ、1点が2点になる、2点が3点になってくるっていうのは確率があるから、はい、まあ、山川4番、はい、で5番が、5番がセンター柳田、ギータなんですね、はい、ギータセンターで、はい、うん、で6番 DH ウォーカー、まあ、巨人から来ましたけれども、うんうん、ウォーカー選手が6番にする、6番ね、おお、このクリーンナップがあっての6番のウォーカーっていうのはどういうことを求められるの、まあ、ウォーカーもやっぱねバッティングはやっぱりいいよ、うん、で安定して DH で使えるっていうんだったら、はい、まあ守備がなくてね、うん、この可能性っていうのはものすごい高い確率で秘めてるものがある、はい、うん、と思うんだよ、やっぱ守備の負担があるとどうしてもそうですね言われるから、はい、じゃなくてやっぱもう DH のもともと選手だから、そうですね、本来そうです、打つだけ、うん、だからそういう意味ではウォーカーを6番に置くというね、はい、じゃあそのウォーカーの後ろを打つ7番は、7番はライト栗原、うん、はい、やっぱね栗原サードの守備っていうのはものすごく負担になってるな、見てると、だからまあ外野に持ってって、はい、やっぱバッティングを生かしてほしいという、うんうん、まあそういうことがある、7番栗原選手、はい、8番はサード井上、うん、もうここはあの将来性というか将来のことも考えて、やっぱ国語監督は考えると思うんだよね、はい、やっぱそこら辺も、うん、やっぱ現有戦力でこうもうびっちりっていうことじゃなくて若手も入れて成長させたいっていうことも考えてると思う、はいはい、なのでサードで、まあ、そういう意味でも栗原選手がまた外野にコンバートになるっていうこともまあそうだ、ね、ありますよね、はいはい、井上選手サードというところで、はい、でラストバッターが甲斐キャッチャーね、ここはもう甲斐選手で、まあ、誰が投げてきても甲斐だろうしかいないじゃない、まあそうですね、うん、そうですね、うん、で開幕投手ですが有原、うん、そうか、まあ、東山とかね、はい、東山投手、まあ、いるけども、石川投手もいます、うん、石川もいるけども、まあ、一番安定してるのは、うん、今のところは有原じゃないかなっていう、そうか、まあ、昨年の活躍とか見るとね、はい、だから、まあ、春先から今年は出てこれるだろうし、うん、有原かなっていうのは感じはするけどね、うん、まあ、ソフトバンクね、今あのオーダーで揃いましたけれども、はい、ソフトバンクのオーダー考える上では何かこうここ注目キーになったなとかちょっと難しかったとかすんなりいったとか、まあやっぱりウォーカーだよね、ウォーカーか、うん、ウォーカーが、まあ、DH で適任の選手だけども、はい、まあ、柳田があんまり昨年から守ってないんだよね、そうですね、うん、DH だから DH も多かったし、うん、はい、だからここら辺でその守るスタミナっていうかさ、はい、1シーズン乗り切れるスタミナがどこまで戻るかどうか、それによってはやっぱり柳田を DH に
一回入れて、はい、まあ、センターに誰か入れるっていう作業もしなきゃいけないし、ね、もちろんそうですね、まあ、代わりに牧原とかもいるし、あ、いますね、うんうん、まあ、いっぱいいるんだよ選手は。確かあと中村晃選手、いや、そうなんだよ、入るとこはないんだよ、よく気がついたな、あれと思う、黙ってそれをスルーしようかなと思って、いやいやいや、いや、そこで真面目にしてたって、いや、ほんとね、中村がね、またこれ入るとこあるかっていう、だからまあ栗原の代わりに、あ、膝の状態とかね、はい、そしたらライトっていう可能性もあるよね。うん、いや、使いたい選手でもあるんですよね。いやいや、こう飽和状態になってるから、うん、迷いが生じなきゃいいなっていうね。あ、そうですね、うん、感じがするよね。まあ、今度は外すわけにいかんだろ。いや、それは無理です、まあ、柳田無理でしょ。無理です。そしたらライトの一つ、うん、まあ、栗原っていうのは4番ね、うん、怪我するまでは打ってたりだとかしてるし、うん、まあ、そのぐらいバッティングのポテンシャル持ってるし、うん、で中村っていうのは1番打ったり3番打ったりとかさ、もうあっちこっちやらされて、うん、ポジションもあっちこっち、だから器用貧乏なんだよああ、かわいそう、なんかもったいないですね。だから外しやすいっちゃ外しやすいし、そうか、でもいなくちゃ困るっていう選手なんだよ。だから仮にじゃあそのままサード栗原選手で行くよってなった場合はもちろん外野1個空くので、そこに、まあ、中村、その代わり井上選手は外れるってことになる。そしたら若手が育たないっていうね。だからまあここら辺を小久保監督がどう考えるかっていうのは見ものだね、うん、あの開幕でね、誰を使ってくるのかっていう、うん、まだ気が早いけどな。全然早い、まだ1月だから全然早いんですけど、まあ、ただ井上 の、 あのバッティングの魅力っていうのはあるね、うん、そうなんですよね。さあ今日は DeNA とソフトバンクの開幕オーダー予想をやりましたが、はい、次回は巨人と楽天を予想していきます、はい。